中国では近年、富裕層の海外移住が後を絶ちません。隣国の韓国では、積極的に投資移民を受け入れ、各種の優遇政策を打ち出しているため、中国人の不動産投資ブームが起きています。初の中国人投資移民説明会が、ソウルロイヤルホテルで行われました。中国大陸、香港、韓国各地から200人余りが参加し、インチョン経済自由区域に関する各種情報をシェアしました。中国人は相当に関心が많고、と韓国へ投資할물건이그렇게많지않다보니까、저희들이투자이민을어떻게하느냐、또어떤방식으로하느냐、또어떤지역이유망하냐부분에서오늘좋은시간을갖게됐고요。中国人に対するビザ免除制度の実施に伴い、韓国政府はさらなる中国からの投資移民を期待しています。優遇政策も次々打ち出しています。투자이민제도의개요는정의를일단간단히말씀드리면특정지역의부동산7억이상투자한외국인에게한국의영주권을부여하는제도입니다。이제도는2014년9월1일부터2018년4월30일까지香港で20年以上不動産業に携わっている江さんも、韓国の投資移民制度に興味を持ち、韓国でのビジネスチャンスを狙っています。我会考虑呢、就是佢呢度嗰个法治呢、法治嗰方面就要投资比较稳定啦，法制亦都稳定。第二呢、就喺教育方面，教育咁因为佢嘅设施啊，购买呢度嘅房地产，佢嘅设施啊、设备呢都有教育方面有啲学校、国际学校啊，咁我亦都可以满足到我哋嘅客户。インチョン経済自由区域は立地条件にも恵まれ、ソウルからも1時間でアクセスできます。新たな優遇政策の実施に伴い、再度中国人の投資ブームが到来するかもしれません。新唐人テレビがお伝えしました。